トニー・ウィリアムスは、アメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ生まれのジャズミュージシャン、ドラム奏者、作曲家。幼少期、アラン・ドーソンと共に学びながら育ち、13歳から、ボストンのコノリーにおいて音楽活動を開始し、ジョニー・ハモンド・スミスやサムリバースと共に活動していた。1962年11月、16歳の時、ジャッキー・マクリーンにスカウトされて、 ニューヨークに移った。翌1963年には、マイルス・デイビスの、いわゆる黄金のクインテットのメンバーに抜擢され、1969年まで在籍した。以後、ロックへの系統から、ジョン・マクラフリン、ラリー・ヤング、アラン・ホールズ・ワース、ジャック・ブルースらを迎え自身のグループの、トニー・ウィリアムス・ライフタイムを結成した。1975年を春、ハンク・ジョーンズ。 ロン・カーターと共に、グレート・ジャズ・トリオと名乗って、ニューヨークの、ビレッジ・ヴァン・ガードに出演した。その直後に、トニーが参加しない編成によってアルバム、ハンキー・パンキーが録音されたが、渡辺貞夫との共演版、アイム・オールド・ファッションを機に、トニーがドラムスを務めるトリオが復活し、その後も存続した。日本のミュージシャンとの共演としては、日野・テルマサのアルバム、名ダンス、 本田武博のアルバム、アナザー・デパーチャーへの参加も挙げられる。1976年、ハービー・ハンコックらのグループ、VSO ピーク・インテットに参加して、人気を博した。1979年、ハバのジャム出演に際して、ジョン・マクラフリン、ジャコ・パストリアスと共に、トリオ・オブ・トゥームを結成し、スタジオとライブで共演した。他の共演者として、スタン・ゲッツ、 ソニー・スティット、ドン・プーレン、ミシェル・ペトル・チアーに、セシル・テイラーらがいた。1985年、復活した、ブルーノート・レーベルに復帰し、アルバム、ホーリー・イントリーグを録音した。このアルバムの後、マルグリュー・ミラーらとレギュラー・クインテットを結成し、ほとんど自身が作曲した曲ばかりの一連のアルバムを、残した。1995年、デレク・ベイリー、ビル・ラズウェルと共に、 アルカナというトリオのバンドを結成した。1997年、胆のの手術の後の心臓発作により死去。51歳没。マックスローチなどの正統派スタイルからスタートしているが、1960年代中期には、フリージャズ、70年前後には、ロックの影響を受けて、スタイルが変化している。高速の4ビートを得意としており、彼の加入以降のマイルス・デイビスグループでは、 同じ曲でも年を追うごとにテンポが速くなっていくのがよくわかる。これはトニーのスピードにマイルスが対抗する形でどんどんテンポ設定が速くなっていったと自伝でマイルスが語っている。また加入当初からトニーは2拍4拍でハイハットを踏むことをしなかったためちゃんとハイハットを踏めと口うるさく言ったとも語っている。しかしこのようなスタイルは 他のドラマーに確実に影響を与えた。さらに1970年代には逆にすべての白でハイハットを踏むようになり、これもまた以降の4ビートの主流となっていった。ありがとうございます。